皆さんこんにちは、カプコンの辻元です。今回ですね、無料タイトルアップデートの第2弾ご紹介したいと思います。そしてですね、今回も、この2人呼んでますので、紹介させていただきたいと思います。まずは、はい、はい、エグゼクティブディレクター、アートディレクターをしている藤岡要です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、ディレクターの市原大輔です。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回もこの3人で、皆様に、タイトルアップデート第2弾の、情報をお伝えしたいと思いますが、まずはですね、もうご覧の方もいるかもわからないですが、こちらの映像をご覧ください。どうぞ。ジンオーガの亜種、紹介させていただいています映像を見ていただきましたが、このタイトルアップデート第2弾にはですね、それ以外の、追加の要素もございますので、そちらも今回合わせて紹介していきたいと思っております。まずは、ジンオーガ亜種、こちらのモンスターの紹介からいきたいと思います。このジンオーガ亜種ですが、ラージャンと同じようにですね、マスターランクの特別任務、こちらの方に出てくるモンスターとなっております。条件を満たせればですね、セリエナにいる特定の人と会話をしていただくことによって、この特別任務を受けられるようになりますので、ではここから、どういうモンスターかというのをご紹介していきたいと思います。通常種の、人王化と違ってですね、竜属性を体にまとってて、はい、まあ、その竜属性を使って攻撃してくるといったモンスターになります。通常種の人王化がその雷光柱の力で、帯電状態、超帯電状態になるのと同じように、はい、人王化種の方は、食竜柱の力を使って竜光まといという状態になります。で、まあ、この状態になると、まあ、かなり、危険度が増してくるので、まあ、そこをこう阻止していくっていう攻略の仕方になるかなと思います。で、通常状態だと肉質が結構柔らかいモンスターなんで、通常状態の時を狙って攻撃するのが攻略の鍵になるんですけど、流行状態になってしまった後でも属性は通りやすくなるので、まあ、そこを切り分けて、流行まとい状態だと属性で狙ってひるみとかダウンとかで、流行まといを解除して、肉質柔らかくして攻略するっていうようなところを狙ってもらえればなと思います。もちろんですね、ジンオーガ亜種が出るということは、ジンオーガ亜種の装備、はいはい、こちらも当然生産することができるようになりますので、はい、そちらのご紹介を少しお願いします。はいはい、このジンオーガ亜種から作られる装備なんですけど、ちょっとデザイン自体もちょっと変化しておりまして、アイスボーンでは EX 極王装備という、シリーズとなっております。通常種の、ジンオーガと同じように力の解放がそのシリーズスキルのベースとしてあるので、ここに付随する別のスキルがちょっと異なってくるので、そこをうまく組み合わせながら新たなスキル構成をちょっと遊んでもらう感じのモブになるかなと思います。今回このジンオーガ亜種の追加に加えてですね、導きの地で氷雪地帯が追加されます。以前溶岩地帯が解放されたように、この氷雪地帯という、寒い地方が解放されます。で、まあ、そこに紐づく形で寒い地方で活動するモンスター、ベリオロスだったりとか、飛びかかち亜種だったりとかっていうのが新たに登場するようになりまして、まあ、ここでしか取れない、まあ、新たな素材だったりとか、武器のカスタム強化の上限もまた解放されるので、まあ、その辺でまた自分の武器をさらに強化していってもらうということができるようになるかなと思います。モンスター関連で、もう少し、皆様にお伝えしたいことがあります。ことごとくを滅ぼすネルギガンテ、こちらの、歴戦の個体がいよいよ登場いたします。とかなり、手強いモンスターになってますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。条件とかはこちらになります。で、またこの歴戦の個体から得られる報酬とかもありますので、そちらの方も確認してみてください。ホライゾンゼロドーン凍てついた大地とのコラボですが、
11月21日にコラボの第1弾のクエストを配信いたしました。今回はその続報をお伝えしたいと思います。まずはこちらの映像をご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。今回のコラボですね、何回かに分けて配信するというのは皆さんにお伝えしておりましたが、残りのコラボクエストの配信日が、決定いたしました。コラボクエストの第2弾の方ですが、こちらは12月の13日、そしてですね、コラボクエストの第3弾、こちらはですね、12月の27日から、配信が開始いたします。いずれもですね、期間限定の、クエストとなりますので、ぜひこの、タイミングに合わせてこのコラボクエストをプレイしていただけたらと思います。それではですね、コラボクエスト第2弾の詳細から、お伝えしたいと思います。まずクエストターゲットなんですけど、まあ、先ほど紹介した神王ガシュ、早速登場いたします。神王ガシュを渡りの一地で、狩猟してもらうコラボクエストになってます。で、まあ、ここで入手できる素材で、ワンセットボグになるんですが、シールドウィーバーというホライゾンの方でも実際に出てきた装備が、作れるようになります。でプラス、お供装備の方で、こちらもホライゾンの方に実際登場します機械獣でフロストクローというコマみたいなやつがありますけど、それを、モチーフにしたデザインのお供装備が手に入ります。シールドウィーバーの方はちょっとスキルかなり特殊なものを、こちらもちょっと原作を再現したいなという思いがあって積んでまして、特殊な、能力をね、ちょっとこちらのゲームにも取り入れれないかなっていうので、はい、ゲームのちょっとね、面白いことやってますよね。はい、単体の方の、スキルとしても発動しますし、まあ、この後ちょっと説明するけど、ストームスリンガーっていう武器とのシナジーみたいなところもいろいろ練られているので、実際見ていただきたいなと思ってます。で、ストームスリンガーの方なんですけど、こちら第1弾のコラボのクエストで作成いただいている方がいるかと思うんですけど、それの強化も今回のこの第2弾の方でできるようになってます。なるほど。で強化しますと、ストームスリンガー一品という、防火にライト防火になるんですけど、この一品の方にすると強化パーツで新たに、ちょっと特殊なものが付けれるようになりまして、これをつけますと、こちらもまた原作の再現になるんですけど、特殊な弾を連射できるようになるんですけど、連射しすぎるとダメージ食らうっていう、ちょっとピッキーな設定の原作もそういう性能だったので、まあ、今回、モンスターハンターでもちょっとそういう性能をですね、面白いことになるかなっていうことで取り入れてみたんですよ。特殊だらけですね。そうっすね。ただね、それだけだと体力減っていくだけになっちゃうので、まあ、その辺はちょっと先ほどもちょっと言った装備の方のシナジーで遊んでもらえないかなっていう
続きましてはコラボクエスト第3弾、こちらのご紹介をしたいと思います。こちらクエストターゲットがイカリクラウイビル城になります。こちらのクエストで入手できる防具っていうのが、まあ、今までちょっとねワンセット防具が続いたんで、アーロイをワンセットで着るっていう装備が多かったので、まあ、今回は開拓者の服っていう、まあ、原作でちょっとバヌーク族っていう種族がまあ持ってる衣装で、まあそれを5パーツで今回ちょっとバラバラで着れるように設定をしておりますので、まあどちらかというとアーロイになるっていうよりはそういう5パーツのバラバラの装備となっております。はい。でまあ、さらにはワールドの時のコラボで、制作したアーロイの弓とかその辺の武器の強化もこのクエストでできるようにしているので、はい、もう上位相当の性能だったのがまたマスターランクでも使えるような性能になりますし、機械獣猫ってお供の防具があったじゃないですか、あれ可愛いじゃないですか。今回それの EX マンマスターランクで使える機械獣猫の装備とかもこのクエストで生産できるようにしておりますので、まあ、好きな人は、そうですね、ぜひ使ってみてください。はい、はい。10月10日のタイトルアップデートで一部の重ね着装備追加いたしましたが、今回のタイトルアップデート第2弾こちらの方でも重ね着装備追加されます。まあ、前回ワールドの結構下位の装備が多かったんですけど、今回は上位とかその辺を追加することができたので、まあ結構人気の装備とかもあるので期待されている方もいるんじゃないかなとは思われます。なのでまあ楽しみにしていただければなと思います。でさらに2周年のタイミングでゴリューの一部とかガンマ系の装備とかも追加しようと思ってますので、まあそちらはもうしばらくお待ちいただければと思います。でアイスボーンの部分のですね装備の重ね着に関しては今後のアップデートでの追加というのも今検討しておりますので、今後の情報にぜひご期待ください。10月10日のタイトルアップデートで導きの地、こちらの方ですねより遊びやすく一部仕様の方の変更をさせていただきました。そしてですね今回のタイトルアップデート第2弾で皆様にですね、快適に遊んでいただけるようにさらにアップデートをいたします。前回のアップデートはとりあえず数値でなんとか遊びやすくできる部分を調整しようというところで入れさせてもらったんですが、2つ大きな対応を入れようかなと思ってます。で一つが特定の地帯を狙って下げるっていうのがまだちょっと難しかったりとかやりにくかったりとかする部分があるので、まあ、そういうところの対処っていうのを今ちょっと入れようと検討しております。でもう一点がもうちょっとこうマルチプレイを遊びやすく自分の狩りたいモンスターを狩りやすくしたいなというところがあるので、マルチプレイで導きの地を遊ぶと特殊痕跡がこうたくさん手に入るような形だったりとか今検討しております。もうすでにですねガーディアン装備という防具ですね、防具の方は全員の方にですね配信させていただいておりまして、今回ですね武器の追加を考えておりますのでそちらの方ご紹介させていただきたいと思います。新しく、防衛隊という、まあ、くくりで加古屋さんの方で、生産できる武器に全武器種追加しておりまして、無強化の状態で星3ぐらいまでは使えるような性能で、そこからさらにそんなに要求素材も大きくなく強化だけしていけばワールドクリアできるぐらいの性能を持った武器の方が追加になってますので、まだちょっとワールド遊んでるんですよねっていう人はちょっとその辺も見てもらえて使ってもらえればなと思っております。ガーディアン装備こちらと合わせて使っていただくことによってよりワールドの部分をスムーズに進行していただけると思います。今日僕らの背景にあるこの、はい、落ち着きますけどね、落ち着くね、僕たちにすれば落ち着く、はい、この部屋は、はい、なんと今回は市原の部屋ということで市原の、そうですね、ね、まあ、私の知らず知らず言いましたけど、はい、ね、はい、板の間のねちょっと足元寒くない、いやいやいや全然もう落ち着くそうですお部屋で、ね、今回 あのタイトルアップデートで追加される家具とかで配置されてる部屋になります ね、 すね、和風のっぽい部屋にできるセットを今回も販売、はい、しようと思っておりまして、はい、まあ、ちょっとまあこういう部屋なのでその和風な部屋と相性のいいような髪型みたいなのもいくつか、はい、増えてますので、はいはい、こちらの方の販売も、今回もまた予定しておりますので、ぜひよろしければどうぞ。は
はい、マイハウスの方にですね他のプレイヤーも、呼べるようにもうなってまして、そしてあの今回の、追加でですねそこの、ちょっとコミュニケーションに関する追加もありますのでそちらの紹介をお願いします。はい、マイハウスの中だけで使えるチャット機能っていうのを今回追加しました。ほほほ、サークルとかでマイハウスに集まってダラダラしたりとかっていう機会も増えてくるのかなっていうところがあったので、まあ、そういうところでちょっとうまく使ってもらえればなっていうので今回追加されてます。はい、ここからはですね12月の20日に、開始予定のアステラ祭りセリエナ祭り、こちらのご紹介をしたいと思ってるんですが、あの周回エリアもちょっといろいろ変わってたりとかしますので、はい、 そうですね、そちらの方にちょっと移動したいと思うんですけど、ここ今日あの市原君のこう、お部屋で和風っぽいですね、日本っぽいので、はいはいはい、今日はですねあの忍者っぽい移動でそちらの方に移動してみたいと思いますんで、はい、じゃあ行きますよ。わかります。せーのドローン。ふい、はい、ということで、移動してまいりましたというところで、こちらがあの先ほどお話ししましたアステラ祭り、そしてセリエナ祭りの、周回エリアになりますが、この祭りの期間中、まあ、どういうことがあるかというとですね、まずあのログインボーナス、こちらでですね激運チケットがなんと2枚もらえたりしたりとかですね、あの過去に配信されたイベントクエストをほぼ、全て配信されたりとか、遊び応えがかなり、増してる祭りになりますね。そうですね。祭り期間中はあの周回エリアの装飾も変わるんですけど、うん、そうですね、アジアのちょっとお祭りをちょっとイメージしてて装飾も綺麗な、はい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 、感じなので、まあ、そういった感じでちょっとこうアジアンテイストな、はい、ものを感じてもらえたり、まあ受付嬢の衣装もですね、まあ、そういったちょっとドレスな感じにもなってますんで、まあ、雰囲気十分楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。はい、はい、あとですねあのこの祭り期間中にちょっと面白いアイテムがもらえるんですね。はい、そうですね、あのワールドの時にも花火がもらえたじゃないですか、はいはいはい、まあ、ああいう形で今回あの雪だるまっていうアイテムがもらえるんで、まあ、その雪だるまをフィールドに行って地面に設置することができますよ。はい、で設置したら、まあ、その雪だるまから雪玉が拾えるので、その雪玉を拾ったらあの投げられます。投げてあの他のプレイヤーにぶつけたりとか、まさに雪合戦。そうですね、この、雪だるまのアイテムがもらえるのがこの期間中で、あ、そうですね、はい、雪だるまのもらえるのがこの期間中で、期間過ぎてもその雪だるまさえ出せばどこのフィールドでも、あのこれ伊手地じゃなくても溶岩のところとかでも出したらできるんで、はい、というわけで皆さんあの、まあ、コミュニケーションとして、はい、ぜひ楽しんでください。はい、はい、この祭り期間中にですねちょっと面白い、装備がですね生産できるような、クエストイベントクエストもですね配信しますので、どんな装備が作れるのかっていうのをちょっとだけ見てみましょうかということで、はい、こちらですね、先ほどのお祭りの雰囲気に合わせてちょっとアジアンテイストの、うんうん、あの舞踏家っぽい感じが出せたら面白いかなっていうので、はい、ナルガとティガみたいなのがこうちょっと紋章としても入ってたりするので、まあ、非常にあのキャラ映えするというか、お供も獅子舞で可愛い。そうなんですよ、お供も獅子舞で可愛いんで、この他武器もあるということで、うん、はい、そうですね、ちょっとネタっぽいものもいくつか、今回用意してますんで、まあ、そういったものでも遊んでもらえたらなと思います。はいはい、ここからあの販売予定になっております、コスチュームとか、ジェスチャーの方を、ご紹介したいと思います。はい、まずジェスチャーの方ですが、はいはい、結構あのハードに踊りますね。ハードで、まあ、今回あのちょっと今までのテイストを変えたいなと思って、思い切ってこうブレイクダンスみたいなものをちょっと、やってもらって、イントロの部分とダンスの部分とあと決めの、まあ、パワームーブって言うんですけど、まあ、そういったところでちゃんとジェスチャーが分かれてるので、まあ、その組み合わせによってちょっと自分なりのこうブレイクダンスっていうのをちょっとこう演出したりとかっていうこともできますんで、なるほどなるほど、はい、ぜひこう揃えてなんかいろいろ組み合わせて楽しんでみてもらいたいなと。
来年の1月でですね、皆様のおかげで、モンスターハンターワールドが発売されてから、2周年という形になります。とうとう、はい、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。2年もね、はい、遊んでいただいて本当にありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、うん、でですね、あのゲームの方でもですね、この2周年をちょっと盛り上げれるようなですねことをちょっといろいろ考えたいと思っておりまして、周回エリアがちょっと装飾されたりとかしまして、まあ、他にもあるんですけど、そちらの紹介をしたいと思いますので、まずはその2周年の時に、まあ、装飾されている、周回エリア、こちらの方にですね移動したいと思うんですけど、あのこちらの方の移動はですね、今回は、カプコンの最新技術を使って僕たちをそちらの方に転送していただこうと、転送していただきましょう思いますんで、はい、じゃあそちらの方行きますね。はい、はい、行きます。そちら、はい、転送、はい、というわけで最新技術で一気に一周のうちに移動してまいりましたが、ね、今回ですねこの、2周年記念で行われる、はいはい、今周回エリアの方に来てますけど、装飾も変わってますし、皆さんの衣装もだいぶ変わってます。そうですね、まあ、2周年っていうので何がいいかなと思って、結構やっぱこうきらびやかなものにしたいなっていうので、うん、でどういうことですかと、星祭りっていうワードからですね、うん、どんどんなんかワードが飛躍していきまして、うん、あのなんかたくさんの星ってなったらこう今度なんかワードがどんどん宇宙に行き出しましてですね、はい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 、でもうとうとうですね、お供もですね、うん、もうなんかちょっと宇宙人みたいにしたら面白いんじゃないかっていう悪ノリが発動しました。なるほど。というわけで、あの皆さんだいぶちょっと思い切った2周年になりますが、ぜひ楽しんでいただけたと思います。はいはい、このタイミングであのアイルーの、装備とかもちょっと、はいはい、あの懐かしいって言ったらいいんですかね。そうですね、はい、あの初代からこうモンスターと遊んでくれてる人たちはちょっと懐かしい、はい、デザインになってるかなと思います。はいはい、あとなんか指揮者っぽいような、あ、そうですね、あの、まあ、そういったものであったり、まあ、プレイヤーの武器とかもかなり今回あのネタっぽい。そうですね、龍神族の面がつけられたりとか、はい、割にこう武器にしてみましたとうとう出ました。ハンマー扱いの辻元さんにはぜひありがとうございます。とうとう出ました。装備していただきたいっていうものなんですけど、まあ、ネタといえば、まあ、ネタっていうのも失礼ですネタといえばなんですけど、マイハウスの方にもちょっと小ネタを、辻元さんと藤岡さん、あの、はい、こちらのお二方の直筆プーギーの絵を、はい、需要あるのでしょうか。これは大丈夫です、ございます、はい、飾れるように、はいはいはい、こちらもちろん無料で配布させていただきます、はい。そして続いてはポーズですね。こちらの方もですねちょっとあの販売を予定しておりますので紹介したいと思います。フォトモードとかで撮ってもらうようにポーズセットっていうこう決めポーズが撮れるジェスチャーのみたいなものをまあ追加してるんですけど、今回あの各々あの好みの武器があると思うんで、その武器を出してポーズ撮れるっていうようなものを追加。そうなんですよ。なるほど。武器ごとにポーズがあるんで好きな武器をこう視聴できる。だからまあみんなで並んでやってもらうのもよし、かっこいいですねそれね。はい、各々自分の武器をこう見せびらかしてもらってもいいかなと。はい、はい、そしてですねあの今回のこの2周年のタイミングで、有料の、DLC も、追加されておりますので、そちらの一覧はこちらとなっておりますので、ご確認ください。はい、今回のデベロッパーズダイアリーは、以上となります。またですね、皆さんにお伝えできるような情報がありましたらこういう形でも、皆様にお伝えしていきますので、今後もぜひ、情報にご期待ください。それでは、最後はですねいつもの、挨拶で、お別れしたいと思います。いきます。人狩り行こうぜ。プレイステーション。